はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3では続きをやっていきます。カルロスがワクチンを入手してくれて、で、なんだっけ、ミサイル攻撃が迫っているので、まあ他にもワクチンがありそうなので、それを探しに行こうというところですね。で、装備、やべえな、弾少なくね。激戦を勝ち抜いた後だからか、マインスロア弾が6個、グレランが一応あって、アイテムボックスの中は多分ないよね。あ、グレラン系が結構あるか。どうしよっかな。キーピック使えそうなところがいっぱいあったので、ちょっと持ってこう。で、回復薬1つか。道中、じゃあグレランでやっていかなきゃいけないじゃん。強化回復は1個残ってるけど、ナイフはさすがにいらんでしょ。他なんかねえかな。なんかあるね。とりあえずハンドガンの弾と、ハンドガン G18 バーストモデル。3点バーストか。いる？弾が33個入ってる。これ持ってこっかな。1人が3連射。瞬間的な火力が上がってんのはわかるけどさ。ハンドガンだって2つはいらないよね。弾が33個入ってるからこっち持っていくか。1回置いとこう。じゃあこれは。じゃあ3、組み合わせじゃねえよ。これをショートカット登録でここ、うわー、ん？どうだ？そこそこ早いか。ゾンビ系が、あれ？助けてくれたのね。いや、俺じゃない、カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した、大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。やつに任せろ、彼はプロなんだ。私もよ。何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。なるほど、こいつここに残ってんだね。ってことは周りのゾンビはもうあらかた排除されてんのかな。でまあそんなわけないんだけどね。あ、こっち行けるようになってんな。前こっち行けなかったよね。あ、ここあれか。あ、ここで戦ってたのか。なるほどなるほど、ようやく理解した。あ、ある。え、3点バーストで、ちょっと待って、やりたくないんだけど。それはもったいないだけ。このためだけに、すみません、一回ナイフ取り出します。これはさすがにもったいなさすぎる。そうか、そういう欠点があるのか。弾を3つ消費しちゃう。なんで壊すって言った時に壊すものがない。ハンドガンの弾で、ナイフ、いいや、やっぱり預けよう。アイテム枠は重要だからね。あ、キーピックが結構あったから。マップは共有してるよね。ロビーまだ捜索中になってんな。なんかアイテムあんのか。カルロスが弾を置いてってくれたとか。いや、でもないね、アイテムの表示がない、そもそも。じゃあ、いや、行こう。あ、これいっしゃ、もうさすがにいいや。あ、大丈夫か。連射しなければ、タップ打ちすれば一発でいける。あ、一発でいけるっぽいな。なんで生きてんだよカルロス、マジふざけんなあいつ。ちょっと慎重にやっていこう。これじゃあさ、普通の銃でよくない？結局タップするんだったら
よし、もう持ってきてしまったからな。さてここも大丈夫で、ここに錠前がある。あとハンターがうろついてるかどうかだな。絶対うろついてんだけど、ハンター来たら、まあ、グレラン撃つしかないよね。でここキーピー、これなんだ、マグナムの弾。ちょっと待って、弾だけあってもしょうがないんだけど。ということはマグナムの出番か。慎重に行こう。ん？地下へ向かうって言ったけど、そもそもどうやって行けばいいんだ？地下施設を目指す。だって地下へ行くようなあれはなかったもんね。あそこのアイテムもだから気になる。人形があるけどほっとく。ここはなんだっけ？ああ、なるほど。で、ここにも錠前があって、こっちの方へ行く意味があるのか。アイテムがあったりなかったり。赤くはなってんだよね。あ、こいつ。バード博士、これもニコライ。あ、ニコライが暗躍してんの。よし、弾ゲット。で、青くなった。よし、OK。じゃあ、用はないもん。こっちもだってなさそうだもんね。バード博士は撃たれてるから、ゾンビ化することはないと思う。空気感染とかすんのかな。さあ、こいつらかっていうか、やっぱそうだよね。ちょっと待って。これで一気にクソビして。しまった、外した。マインスローターなってるじゃねえか、やっぱり。6でも楽勝に倒せんな。杖やっぱり。あそこにマインスローターあれどうすりゃいいの。めっちゃ光ってる。これ爆発した。悲しい。取れね。何が邪魔？いや、キーピックが邪魔だな。かといってキーピックはまだ使えるところがあるから、まあちょっとショットガン最悪置いてくるか。で、こっちはもう意味なくて、手術室は。どっかから行けねえかな。こっちから行けないかね。中庭。ここ行ける？行けない。逆か。ガサガサして行けないの？なんか行けねえな。やっぱり上から飛び降りて、でも上から飛び降りても結局行けなくなかった？まあいいか、とりあえず探索だ。で、こっち行けないから結局上だな。ハンターはでもうろついてるよね。倒してなかったハンターとかは関係ないはず。カルロス編で結構逃げたじゃないですか。逃げたからハンター残ってるよみたいな。こっちはないよね。ちょっともうマップ開きながら慎重に。でセーブポイントあるから
アイテムを補充してこよう。補充ってか、危ねえ。城か、ここにはさすがに来れないでしょう。ここに入ってくるのはルール違反。ルールはきちんと守ってもらおう。いくらハンターといえども安全地帯。マグナムの弾はじゃあ置いとくでしょう。ショットガンどうすっかな。今となってはって感じなんだよね。弾一回ちょっと A と B でなんかどうすんだっけ。炸裂弾作りたいんだよな。炸裂弾の作り方 B と組み合わせることで上位弾、2つ組み合わせることで炸裂弾。 A 足す A か、え、 B 足す B は硫酸か。あ、 B2 つあるからちょっと B 足す B で硫酸を作ってみよう。でこれ組み合わせて硫酸でしょ。でこれ一回装備して、L1 硫酸弾、よし OK。 これでやつを倒そう。マインスロー弾1個使っちゃう。いやなんかもったいねえな。空きは1か、もうしょうがない。まずは出てハンターを倒そう。硫酸がどれほど効くか、まず開けるだけ開ける。どう？いつものチキン戦法だけど、あれ？どっから来た？俺がここに入ったことにより奴がいなくなったけど、気になるから倒しておきたい。後ろから来たってことは、いやわかんねえ。逆に分かんなくなってしまった。中入るか。ここは錠前がある。また音がする。こいつはもうさすがに、いってー、後ろかい。それは予想してなかった。オッケー、クリティカルっぽい。これはさすがに倒したっしょ。お前もこいつはもう一発だな。何？もう死んでいたか。でコーション回復が1個だからまだ取っておこう。あ、ちょっと待って、何だった？あ、ショットガンの弾ね。これ弾を込めておいて、また音がする。ちょっと待って、まだ音がする。どっから湧いてきたお前。これは別のやつだな。カルロスが仕留め損ねたのは俺が。ちょっとお前も生きてんのかよ。わかんねえ、反応がわかんねえ。やっぱり股間を打たないと反応がわかんないね。よし、もだえて死ぬ。やはり股間だな。このゲームの肝は股間で。ここもアイテムだけか。そうするともう奥にはないね。この弾を取っただけでもかなり消耗したな。で問題は例のハンター。部屋に入って死んだとかそんなのないよね。ちょっと周囲見ながら街で行かないと。今襲われると結構きつい。これこっちなんか言ってなかった？お、ほら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 。私ならってさ、カルロスが通れなかったことを知ってんの？こ
この狭いところだったら奴は来ないし。で、あ、箱、あ、これはマグナムエルホーク。え、持てる今。持てなくね。持てません。ちょっと待って、これはこれは絶対ゲットしておきたいから、ちょ、もったいないけど弾4発と。はい、ガッチャ。これでマグナムとりあえず回収しておく。ガンマニア、威力はお墨付き。これも取っておきたいし、っていうか地下ってどこにあんの、そもそも。これは、あ、これはこっち側に来ました。なるほど、これで中庭終了だね。で、こっから来てまたこう帰って、で、やっぱり上に上がんなきゃダメか。マインスロア弾、ちょっと待って、ちょっと待ってね。これでマインスロアにして一発ぶちかまして、やっぱハンターとの戦いが必要だな。そうするとさあ来い、どっからでも来なさい。ここには来ないか。ここ、どこだ、後ろから来たんだよね。いや、マジでいなくなってんな。いや、いない、本当にいない。あ、来た、消えろ。ちょっと待って、そっからこれすぐに硫酸に切り替えらんないか。組み合わせも無理なんだよね。で、一発当てたからさすがに回復はしないと思う。これでこうか、マインスロアを外して硫酸にして、うん、違う違う違う、今どっちになってんだどっちがどっちか分かんないんだけど、そうだね、今これ硫酸になってんだよね。あいつどっから来た、マジでどっから来た。でもこうやってこうやって、これが多分引き金だね。さあ来なさい、俺はお前を倒すためにここで待っている。来ね、いや来ないな。アイテムがね、カツカツなんだよね、マジで。回復もしたいけど、ストックの回復は救急スプレー2つか。マグナム、弾をどうすかな、持ってく余裕もないんだよね。今のところグレランでちょっとやりくりするか。で、ここまで来て、あれ、ハンドガンの弾12個って。なんで？どこだ？え、ここ？回収しよう、余裕がない。うわ、いた、あぶね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 、ちょっと待って、外した、マジか、やつね。もう一発いく、いや強え、グレランやっぱり強い。外したのがちょっと痛いけど、で、理念室か、行くのは。ナースセンター、病室経由もありだな。まず病室行くか。なんか金庫なかったっけ、そういえば。金庫中、持ってかれてんだけど、取ってなかったな、俺。カルロスで。
で、そうするとこいつまた怪しいんだよね。こいつもちょっとやっとこう。とにかく全て疑え。で、赤ってことはアイテムがある。強化火薬か。これ以上持てねえな。弾がとにかく持てない。その地下の入り口が分かって、地下にいる前に行く前にアイテムは回収しよう。だからアイテムの表示だけはさせておくか。強化火薬でしょ。強化火薬今1個預けてるから、強化火薬、強化火薬で作れんだよね、マグナムの弾が。ちょっともう全て疑う、本当に。ハンマーの弾はまあいいや、多少減っても。で、こっち、この中いるな。あいつは俺が倒してなかったからいるのか、それとも再配置されてんのか。あれ、え、やっぱり俺が倒してなかったからか。こいつだってカルロスで倒したやつだよね。仕方ない、ここもう開けてもさ、ショットガンの弾じゃない限りは取れねえんだけど。マークナムの弾だ。いや、これは回収しときたいよ。ってことはまず硫酸を打とう。確実に当てる。よし、当たった。ちょ、マインスラーじゃなくてショットガンしよう。待ち、出待ち、お得意の出待ち。俺の出待ち術を見せてあげましょう。やはり積極的に行こう。出ま、お、一発で倒した。強え。出待ち失敗。いや、もう出待ちなんてそういうことをね、しちゃダメだよ。積極的に、積極的に行きましょう。で、まだ赤いから、これポータブルテレビ？昔はこんなでかかったよね。で、ロッカーに何かが、いや、ない。なんだ？でもまだ赤いから、アイテムあるはずなんだよね。あった。炸裂薬みたいなやつ。これなんて読むの？炸薬としか読めないんだけど。で、マグナムの弾、キーピックがもういらねえかな、そうすると多分。全部開け尽くしたよね。リネイ室も。てか待って、そもそもさ、だからさ、地下室にどうやって行くのって話。あ、こっから行けってこと。さっきどっちか飛び降りたっけ。どっちも変わんない。いや、どっちも変わんねえな。結局こっち側に降りてどうのこうのって話だからね。あり？本当に分かんないぞ。ただ病院内の敵はだいぶ排除したから、一回アイテム整理に戻ろう。またいるんかい。さあ、どうしようか。ショットガンで。いけ。これやばい、これやばい、これやばい。ちょっと待って待って待って。これはまず救急スプレー。あ、弱くなってるよ、ハンター。っていうか、ショットガンが強いのか。やっぱアサルトは火力が少ないんだね。お前、こんなところでカチ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 撃ってるけど、ハンターがすげえ近くにいたんだぞ。アイテム整理、これでちょっとアイテム回収してきます。一回マグナム一
回置いとく。話せない。地下への入り口教えてくれ。あれ、ここ、ここか、もしかして。スペンサー記念病院について、最新の技術と真心のケア、まあ、記念病院です。高度な医療を受けられます。楽園市で合衆国のみならず世界の医療技術を一身とする拠点となっています。すげえここっぽいな。キーピックだけよ。ってかアイテム回収してからにしよう。ここもなんかある。看護日誌9月25、例の奇病が患者を日を追うごとに増えている。鎮痛剤を打っても収まらない。祈るだけで病気が治るとでも。開かずの扉、夜中運び出されてるのをミランダが見たらしい。一体どこに送られてんだろう。へえ、開かずの扉ってさっきのとこかな。回収して、でマグナムの弾も回収して、で、あ、そうか、キーピックはもう持ってんのか。でマグナムの弾一回預けるでしょう。いや本当にアイテム枠不足だな。どうしようか。ショットガンとこれがね、グレランが両方2枠だからね。2枠ってかもう回復がないから、ちょっと回復だって取り出すでしょ。マグナムの弾はまあまだいっか。なんかボスっぽいのがすぐに出てきたらマグナム持ってこう。よし、そういう方向で行こう。いざ地下っぽいところへ。こいつここでずっと何やってんだろう。そんなにやることある。キーピック持ってくべきか置いておくべきか。俺的には置いときたいんだよな。あ、もう捨てられる。やった、捨てよう。よし、いざ地下へ。地下に行くまでだいぶ時間かかったな。本当に探索会だな。一応ハンドガンで行くか。これはハンドガン。くるーっていけるけど、もうアイテムはないよね。さて、こっから広い。ここが地下への入り口ね。トラックとかがある。駐車場か。ここは慎重に行こう。エレベーターかな。え、エレベーター起動中に絶対なんか敵出てくるでしょ。ていうか起動できるこれ。なんか左にはめ込むものがありそうだけど、いや絶対敵来るよ。来なかった。まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。これは何かのスイッチ？まあ多分何もできないんだろうけど。いや、できないよね。あれあれあれ、できた。エレベーターか。いや、でももうちょっとここを見たいな。なんかありそうな感じになってるけど。あ、ハーブがある。で、OK。上行こう。上見とこう。特に何にもなかったわ。で、これはサイドパック。よし、ありがたい。マジでありがたい。よし、マグナム持ってこう。じゃあ、あとレポート見ますか。エレベーター使用時の注意。コントロールルームで
同時に複数の操作を行うとメイン電源に過剰な負荷がかかりヒューズ切れや故障につながります。エレベーター稼働中に不具合が起きたときは倉庫内にサブ電源のヒューズを代用し速やかにメイン電源を起動させてください。ヒューズね。他アイテム、こっちとか、こっち行けねえ。ショートカットでここに戻ってくる系か多分。じゃあせっかくだからマグナム取り出して弾も取り出すでしょ。マグナムも取り出す、16発全部で。で1枠開けといて回復1の最悪これ使うみたいな。よし、これでとりあえずやっていきますか。ということで、まあ、地下にね、来たところで、今回は終わっちゃいますけれども、次回はこの先を、捜索していきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。